こらえていた悔し涙が頬を伝った。国立代々木競技場で行われたバレーボールのパリ五輪予選女子東京大会。最終日にブラジルにフルセットの末に敗れ、あと一歩だった今大会でのパリ切符はするりと逃げた。リベロの西村渡る波、久光、イコール福岡県久留米市出身イコールは、試合のすごく大事なところでのミスで流れを変えてしまった、と自分を責めてうつむいた。 動画、ブロック3枚でも打ち抜くバレー日本代表、長岡美優が目標、14歳サウスポーのジャンプ力のもとは、低いばかりが募る、ブラジル戦の最終セット10から12の場面、相手の強烈なサーブを受け止めきれなかった。2連続でポイントを奪われていただけに、勢いづく相手の流れを食い止めたいシーンだった。敗れた23日のトルコ戦でも2セット目に同じ状況で、 切り替えたんですけど、最後のセットなどで同じことをやってしまった。勝敗が分かれた。今大会5試合目のベルギー戦からはトルコ、ブラジルと続く五輪切符を争う相手との勝負の3連戦では誰よりも苦しい役目を担った。相手のサーブ時にコートに入るレセプションリベロ。万全の体勢で放たれるサーブを的確にレシーブして、 自チームの攻撃につなげていく、極めて重要かつ厳しい役回りだ。野球のリリーフ投手のように成功は目立たない。失敗は大きくクローズアップされる立場でもある。サーブのレベルも格段に高くなる、強豪国との3連戦に向けては絶対に必要な役目だった。真鍋監督は、サーブレシーブは西村が安定している。 昨季の V リーグレギュラーラウンドでサーブレシーブ返球率の日本人最高記録74.8%をマークした実力者に託した形。ただ、思うようにはいかなかった。ネーションズリーグでは準々決勝を含む13試合のうち10試合で先発のコートに立った。それだけに目指していた形とは異なる五輪予選にもなった。苦しい中でもコート上で懸命にベストを尽くした。 チームのために、コート外でもできることは何でもやった。スタートで出場する、福留選手のサポートというか、やっている人と外から見る人は感覚が違う。外からの情報を伝えていこうと意識していた、と献身的なサポートも欠かさなかった。パリ五輪の切符獲得には届かなかったが、貴重な経験を積んだことは間違いない。 一度現役から退いた上で復帰した久光では当初アタッカー登録だった。優れていたレシーブ力を高く評価されて、リベロとして一気にブレイクを果たしたが、転校してからまだ一年に満たない。来春のネーションズリーグに臨み、世界ランキングでの五輪行きを目指す日本にとって、まだまだ大きな伸びしろを持つ西村の存在は大きい。いろんな壁にぶつかりながら、 いろんな研究をして来年にしっかりつなげていきたい。久光での新シーズンは悔しさを糧に大きくレベルアップを目指す時間ともなる。来春も日の丸を背負って、今度は嬉し涙を流す。山田隆人。